ジェイソン・トーマス・オレンジは、イギリス、マンチェスター出身の歌手、ダンサー、俳優。イギリスの男性グループ、テイク・ザットのメンバー。メンバーのハワード・ドナルドと共に、ダンスの中心的役割を果たす。楽曲によってはギターを演奏することもある。身長は181センチメートル。メンバーの中で唯一音楽業界を離れ、俳優として、ロンドンの舞台に上がっていた。 だが成功を収めることはできず、次第にオーディションに参加することもなくなっていった。高等教育を受けていないが、2001年には大学で心理学、生物学、歴史学の講義を受講している。解散から10年で生活は一般人同様のものになっていた。そのため、テイクザットの再結成には一番否定的かつ恐怖心を抱いていたと、 ライブインマンチェスターで明かしている。2005年に放送された Take That のドキュメンタリーの放送後に Take That は再結成。2006年に再結成後のファーストアルバム Beautiful World が発売された。以前の Take That ではバックダンサーまたはコーラスとして活動しており、リードボーカルを担当することは一度もなかった。だが Beautiful World の中に 初のリードボーカル曲となるうどんボートが収められた。そして2007年10月から12月まで行われたビューティフルワールドツアーでは大観衆の中でこのうどんボートを披露している。その後ザサーカスプログレスにもリードボーカル曲は収められた。2014年9月にテイクザットからの脱退を発表した。ありがとうございます。